今回は大和本厚木淵野辺のラーメン屋さんを紹介していきます。まずは大和のうまいよゆるよちゃんラーメンですね。こちら家系でもなく博多豚骨でもない独自の豚骨ラーメン、ど豚骨ってやつですね。本当にここ美味しいんですよね。こちらお店の前に2台ぐらい車止めれて、お店の裏側ですかね、また2台ぐらい第2駐車場があってそこで止められます。この日も平日だったんですけど、開店10分前でもう6人ぐらい並んでましたね。でも結構お店広くて客席もあるんで、10人ぐらい並んでも1回目ぐらいで入れるんじゃないんですかね。結構、客席もあります。そしてこちらがネギチャーシュー麺、めちゃくちゃうまいですね。本当に濃厚な豚骨なんですけど、全然しつこくなくて、もちっとした麺とこの味付けのネギは最高に合うんですよね。チャーシューも美味しいです。こちらのラーメン控えめに言って相当美味しいです。来たらチャーハン絶対マストなんですよね。めっちゃチャーハンうまいですよ。ラーメン屋さんでここのチャーハンのクオリティってないんじゃないですかね。こちらのチャーハンも控えめに言って相当美味しいです。でこちら本厚木の方に移動してきました。なんか本厚木って厚木とちょっと違うんですよね。よくちょっとよくわかんないですけど、なんかそこら辺謎の街ですね。なんか偽厚木とか言うんですよね。こちらそこでまあ超絶人気のもじゃもじゃさんですね。こちら僕インスタのあのお友達に教えてもらって行ったんですけど、めっちゃくちゃうまいですよ。ここもう本当に都内の淡麗系の人気店に勝るとも劣らない美味しさですね。醤油の効いて綺麗なチンタンスープに、ちょっと平打ちがかった細麺が舌触り良くて、歯ごたえもあってめちゃくちゃスープになってうまいんですよ。そしてここのねチャーシューめっちゃ美味しかったですね。なかなか厚木の方は行く機会がないんですけど、もうこのラーメン食べにだけ行ってもいいってぐらい美味しかったです。この時は平日で街なしで入れたんで、もう近くの人は行かなきゃ損ですね。お近くの方はぜひ行ってみてください。そしてこちらは先ほどの店から少し歩いたところにある麺屋食堂さん、こちらも有名なお店ですよね。こちらもインスタのお友達に教えてもらって行ってみたんですけど、なんか最初メニューとかがちょっとシフォン系っぽい作りだったんで、あれ違うかなここだよなとか思ったんですけど、なんかねラーメン届いたらねここだって確信しました。見てください、この綺麗な麺線。麺線美味しいラーメン屋さんありますけど、ここやばいですよね。ちょっとうっとり見とれてしまうレベルじゃないですか。本当に綺麗なんですよね。そしてお味の方もかなり美味しいです。柚子の香りと程よい酸味がこのあっさりしたスープに合ってて、このパツッとした細麺にもう最高にマッチしてるんですよね。お店の作りとかメニューとかは本当にシフォン系っぽかったんですけど、ラーメンの味は本当にもう街の美味しいラーメン屋さんでしたね。そしてこちらが淵野辺の中村麺三郎商店さん、ここはもう本当に外れのないめっちゃ美味しいラーメン屋さんですね。
その日は塩ラーメン行きました。なんていうんですかね、あっさりしててさっぱりしてるのに、まあ芳醇なんですよ。そして舌触りと歯ごたえのある麺、そしてこのスープとのバランス、具材のバランス、本当に素晴らしいですよね。もうね、何回でも食べたくなる塩ラーメンですね。ここ来たら担々麺かサンラータン、もうこの日は担々麺行ったんですけど、もうめちゃくちゃうまい。もうね、これパイタンなんですよね。これもう本当にうまいですよ。ここの甘ったるくなくて、うまみが満載で、こう程よいしびれと程よい辛さ、そしてごまの風味、そしてもう歯触りのいい麺、最高なんですよね。ひき肉がねちょっと味濃いめなんですけど、これがまたポイント高くて、後半ご飯ドボンしたくなる感じなんですよね。うわー、また食べたい。本当に本格中華のいいところと、なんかラーメン屋さんの担々麺のいいところをこう足して2で割ったようなラーメンだと思います。こちらも何頼んでも外れはないんで、まあ、限定とかもあるみたいなんで、何食べてもいいと思います。絶対満足して帰れると思います。今回は横浜から微妙に遠くてなかなか行けない3つの街を紹介させていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。